主演女優賞は新聞記者のシム・ウンギョンさんです。최우수여우주연상의주인공은심은경씨였습니다그녀는수상을전혀예상하지못한듯믿기지않는다는표정을지었는데요많이놀라셨더라고요그러니까요놀랄수밖에없죠한국배우최초게다가최연소여우주연상수상을이뤄낸배우심은경씨무대위에오른그녀는한동안말을잇지못했는데요全然全然思わなかったので全然準備をしてなかったですごめんなさい本当にありがとうございます記者として真実を届けたい심은경씨가권력의비리를파헤치는기자로나온영화《신문기자》는아베정권의사학비리사건을다루고있는데요이작품자체가그아베정권의정면으로대항하는성격을갖고있기때문에상당히파격적인일인데한국배우가주연을맡았고주연상을받았다는점이아카데미그협회회원들로서는아주용기있는선택이라고할수있겠습니다사학재단스캔들에대한국민들의분노가확대되면서지지율은역대최저로떨어졌고아베와야메로현정권의치명적인스캔들을끊임없이파고들던모치즈키기자를모티브로연기한심은경씨大学の設立の件、別の国家戦略トップに場所を変えて進めていますよね。전문용어를능숙하게구사할만큼일본어공부에도매진했습니다하지만영화는제작당시일본에서환영받지못했는데요なんかこう、まずいことをやってるから関わらないでおこうみたいな、そういうことってやんない方がいいんじゃないかっていう、そういう風潮というか、空気みたいなのは、肌で感じたことは何回もありました。映画、一切テレビで取り上げられなかった。映画は、自由であるべきであろうと。한국배우주연의현정권에반하는영화라는핸디캡속에서도영화는개봉이후의미있는선전을했습니다영화가던진메시지에일본대중들이공감한건데요무엇보다언어의장벽을넘어서독보적인연기력을보여준한국배우심은경씨에게관심이쏟아졌습니다결국일본아카데미에서수상까지하며전례없는타이틀을단배우심은경씨그녀의수상소식에일본누리꾼들은축하를보내며뜨거운반응을보였는데요이날최우수남우주연상그리고작품상까지총3관왕을차지하며시상식의주인공이된영화신문기자신문경씨뭐연기뛰어납니다작품도워낙뛰어나네요그러니까뭐頑張って같이도しますほんとに今日はありがとうございます일본영화계에새로운역사를쓴배우심은경씨다음에는또어떤곳에서기분좋은소식이들려올까요